しんのすけは歯医者さんが大嫌い。まあ歯医者さん嫌いな人は多い。あの音自体すごい嫌やもんね。怖くてここを通れない。え、そんな？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あの掲示板のここの依頼というか、あれって毎日違う。クリアするまで更新されんってことなんかな。よし、ヤマメを一匹頑張ってこよう。ヤマメを一匹釣れるかな今日は。どこから、あっちから出ていけばいいか。今日は何かあった？一日に何度も来るって、顔に見覚えのあるお客さんたち。え、怖い。でね、毎回着てる服が違うのよ。すっごい不思議。全員違う人とかそういうことじゃないよね。え、怖い怖い怖い。え、怖いんやけどめっちゃ。ここからは釣りできんか、さすがに。あ、そうそう。前の日のやつをちょっと、早速、提出してきましょうか。新聞社。あ、今日は座って作業しよる。編集中かな。正直に言うと、しんちゃんにこの新聞社を大きくすることなんてできないと思ってたけど。大工さんになればできるかもしれないね。あ、そういう物理的な大きさ？ブリブリーブリブリー。え、何？え突っ込んであげて。どういう突っ込みが正しいんかもよくわからんけど。新米記者くん、頑張ってくれたまえ。え、待って。まだ一日の終わりじゃないと提出できんってことかな。もう全然いいやん。もう全然いいやん。一日に一回更新ってこと？一日に一回夕方頃にやってきたら更新できるんかな？こっちの方向いける？いけんわ。いけませんわ。この辺から釣りもできないか。ここは？下に降りんとできんっぽいね。分かれ道。やっぱ朝方はないんか。くっ。小さい画面でもできなさそうやし。日の宮倉、ここの、あ、登れそう。早っ。早っ。めっちゃ早くない？やば。夜剣って別に遠くが見えるとかいうわけでもなく。危な、絶対あれ。絶対あれ普通に落っこちそうじゃない？お、この辺なんか。これは？小ゴミを手に入れた。これが小ゴミか。これがって全然わからんけど。なんかゲットしてよ、小ゴミ。イェーイ。で、一応。あ、そういえばさ、何匹集めたとかもこれ関係あったよね。じゃあ同じやつでも一応取っておいた方がいいのか。よ。オッケーオッケー。もう他に取れそうなものとかはないっすか？どこから降りられるのかしら。この。じゃあ待って待って、こっちでさ。よいしょー。釣りしよ、釣り。できたよね、釣り。おし。オッケー。釣ろうじゃないっすか。釣りをする。多分、リール竿に切り替えてからここでまだ釣ってないけん。来いよ、来いよ。あ、もしかして遠すぎ？え、でもなんか一匹向かいよりよね、向こうに。遅い、遅い、遅いよ。もっと早く向かってくれる？もう確実に近づいて、お、来た来た来た。お？引っかかっとんかどうかもよくわからん。どや。ヤマメなのでは？何今の？ちょっとよくわからんかった。何これ？小ゴミを手に入れた。なるほどね。恐竜の時代からあるシダ類の仲間だよ。すご、何？何？なんか図鑑とかで調べながら取り寄るってこと？ドンコやって。グーグーとなんかハゼの仲間、動きが鈍いからドンコ。そういうことなんや。そして、
推しこい。リールじゃないと釣れんとか、手竿じゃないと釣れんとかあるんかな。てかもうすでに、魚影なくない？あ、これも取れるやつやないん。ほらほら。こごみや。こごみや、こごみ。お、この辺でも釣りできるぞ。魚影は見当たらないけど。魚影見当たらんくても来るとかある？情けな気がするね。全然情けない。この小さい画面ではさすがにできんのよね。階段。そして中庭。中庭とかで取れるような山菜はないよね。光寄ったけど、これ、取ったやつじゃないの？イエーイ！パッと見、お、違うっぽい。パッと見、同じようなんやけん。ミンミンゼミ。名前の通りミンミン鳴くよ。卵型の体が特徴だ。確かに羽含めて全身見たら卵型っぽい感じか。二人とも日々何をしているんだい？なんかケンケンパっぽいことをしよるけど。て。イエーイ！西洋蜜蜂って取ったことあるやつやったっけ？ハイビスカスって私沖縄とかにしか咲いてないんかと思ったけど、そういうこともないんよね。何しよん？店番？頼まれたの？この辺りをぐるぐる走り回ってきたら目が回るしお腹が空くし。これって多分、洗濯機とか地球の自転と同じことだよね。そこにララコの偉大さを感じてちょうだい？わけわかんないと思うけど。この子はきっとなんかバカなんだな。しんちゃんとすごく合いそうだよ。てい。うい！よし。いい感じだぞ。ねえ、このイチジクの実は取れないんすか？取れてもいいと思うんだけど。工房青空。やっぱすごい高いものしか売ってないんかな。なんか布の端切れとかやったら安くあるかなと思ったけど、そんなこともない？またこっちに戻ってきたのか。何かしら。何かしら取ったことのない虫とかはいないっすかね、その辺に。イエーイ！なんかちょいちょいいろんなものが飛び降りような気がするけど、多分葉っぱが舞い寄るだけなんよね。ねえ、なんか画面上にめちゃくちゃ葉っぱ舞い寄ることない。植物とかさ、ちょっとわかりづらいけんね。え、てか、人参とかっていうのは、もうスーパーで買うしかないってこと？ね、忍法カレーのとこの。あ、ここに出てくるのか。もういまいちわからん。いまいちわからん。なんか今キラキラしよった気がする。なんか新しい場所、今の。ね、なんかこの辺キラキラしてなかった？ほらほらほら。なんかおる、なんかおる。何？アリ？何あれ？カミキリムシとかそういう感じかな。偉大なララコ。お目目ぐるぐる偉大なララコ。そんなことまで日記になるの。鮮やかな模様が魅力的、道しるべとも呼ばれている。半妙や。あれやんね。あつ森ではおなじみ半妙。どれぐらいやった？700円ぐらいで売れたっけ？そんな金額言ってなかった？何気に、お金稼ぎの時に、取り寄った気がするけど。半妙。あんなちっこいんやね。ほら、なんか新しい場所。もしかしてずっと気づかんかったんかな、私。美しいマリーゴールドの花が咲いている。おやおや？何？ここに歯医者さんの看板が。隣駅、駅前。しんのすけは歯医者さんが大嫌い。まあ歯医者さん嫌いな人は多い。あの音自体すごい嫌やもんね。怖くてここを通れない。え、そんな？そんな？別に歯医者さんに行くわけじゃないのに。ねえ、あそこのちっちゃいバッタみたいな虫が気になるんですけど、
こっちまで飛んできてくれんかな。そっちにちょっと行けなさそうだから。ね、めっちゃちっこいの飛び寄ることない？あ、これこごみじゃない？イエーイ！イエーイ！そのうち行けるようになるんかな？多分行けんようにならんのやったら、あんな場所は存在しないはず。お、今一気に2個手に入れたよ。なんかいろんなものゲットはしようんやけど、しようんやけど、新しいものがゲットできねえ。待って、ハタさんとお話ししてこよ。夜お話を聞きに来てくれてありがとう。しんちゃんはどんなお話が好き？ほら、カンタムロボとかアクション仮面が好きだぞ。カスタムロボじゃなくてカンタムロボやった。なるほどね。あ、今あそこになんか虫がおった気がする。これは虫ですよね。本当にすごい小さいよね。ちゃんと見とかんとわからん。そして今の虫は？歯医者の看板とても怖くて通れない。多分そこにおったのと同じやと思う。ひなバッタ。小さな体のバッタくん、乾燥にすごく弱いんだ。へえ、そうなんや。乾燥に弱い。でもその辺常に乾燥してそうやけどな。めちゃくちゃセミの鳴き声が聞こえますな。これは、モンシロチョウか。あれや、そろそろ。おやつを食べておきましょう。カレースナック。お腹が少し膨れる。道端で。結構膨れた。思った以上に膨れた。あ、夕方ぐらいから準備を始めるんやね。なるほど、なるほど。ここもそのうちなんか使えるようになるんかな。ねえねえ。DJ ブースを見てたけど興味があるのか？俺はあのカンタムロボが好きなんだ。おー、気が合うんじゃない？しんちゃんと。クールだろ。真似するなよな。オラもカンタムロボ好きだぞ。真似するなよな。ほら、気が合いそう。こっちの方とかなんか。お、なんか抜けてきた。ここにやってくるの？ここにやってくるんすか？人参とかが必要やって気がする。よりどりみどり、どれにする？ 190 円しかないけど、人参10円安、まあ、1本やけんってことかな。何本必要やった？2本ぐらい。前通り。いや、ここのはちょっと難しかったような気がするんすよね。水菜とこ、あ、こごみいけるやん。しんのすけ。よし。じゃあ、こごみを、2個。どうぞ。いただきまんもす。あ、じゃあ今、人参買った分普通にそのまま戻ってきたやん。イエーイ。お小遣い無駄遣いしちゃダメよ。では、しんのすけ、がっつり期待してるよ。よし。ってことで人参持っていくか。どうも。どんなカレーを作ってるの？忍者は軽々しく秘密を喋ってはいけないのでござる。カレー屋さんだぞ。すごい冷静に突っ込まれる。忍者である。曲げないっすね。ね、この箱何？あの箱何？なんか捨てられとったりとかし、人参3本やん。しんく。人参3本に軸トマトが2個。あ、一応途中、完璧に集めんでも提出はできるんすね。で、人参あと1個と、トマトがあったらトマトも2つ。何？聞きたいことを当ててみようか。何何？霧島ストアという店なのになんでお姉さんの名前は山田モットなの？なかなかいい質問だ。あ、この子はただのアルバイトじゃないの？違うの？そうやと思ってた勝手に。答え。名前と店名は無関係。店名を決めたのはうちのお父さん。あ、そっか。看板娘って言ったぐらいやけん、ちゃんとこの店の子なのか。霧島ってのは九州の山の名前なのよね。ふんふん。なんか、お水とかで回った気がする。以上。へい、いらっしゃい。今日はどんな用事？お酒とかでもあるよね。赤霧島、黒霧島ってあった気がする。人参1本と、熟トマトが2
違う、二個二個。これでいい？オッケー。前通り。ふう。しんちゃんめっちゃ偉いやん。超偉いやん。これで全部持ってきたよ。俺らこれにするぞ。人参かける1、熟トマトかける2。かたじけない。いい感じ。お小遣い合計90円をもらった。いただきまんもす。よきあんばい。ここはカレーの店なので赤いものにこだわりがあるでござる。ほうほうほう。ではしんのすけ殿、必ず戻ってこられよ。よし、オッケー。もう夕方やね。思想ちょっと取っとこっか。てか結局さ、ヤマメ手に入ってないやん。もしかしてこのぐらいの時間帯にあるとか、あるというかおるというか。なんか今光った。てい。うえ、カマキリや。カマキリや、カマキリや。何その真正面から。お、ダンシングジローでカンタムロボを見つけたよ。結構前に見つけてましたけどね。ダンシングジローでぐるぐる回るカンタムロボを見つけたよ。これは？目標達成、お小遣いを合計300円もらったよ。あ、そんな、もらったもん。目標達成、お小遣いを合計300円もらった、働き者だ。獰猛な性格なんだ。大きな前足がかっこいい。オオカマキリ。あ、そろそろさ、新聞のとこにも行かんと。魚影がない。魚影がないぞ。ちょ、待って待って。新聞、新聞。どこやっけ、新聞のとこって。ちょっといまいちさ、場所が覚えきれないんすよね。こっちの方向やったかな、新聞社。多分そうやったはず。あ、あったあった。女王坂を越えて。よーし、一日の収穫を。持ってきたよ。今日はどんな記事ができた？見て見て。なんか、でも弱い。なかなかなんすか？なかなかなんすか？まあ、じゃあいいんやけど。え、あのお小遣いのやつ、星3つついとるやん。やば。え、それが一番の？じゃあそこ一面になるんかな？新之助記者の記事によるおー、新規契約数139人、めっちゃ増えた、やば。お小遣い120円をもらった。お、めっちゃいいやん。紙面になったものはすぐそこのロッカーに貼ってあるから見てごらん。誰もが面白い記事を求めている。よしよし。新之助くんも子供の目線やけん、面白いとかっていうので買ってくれよんかな。頑張ってくれたまえ。さあ、どんな感じになったのか。お小遣い300円達成への道、ここが一面になっとる。天使は忍者、趣味は水遁の術。野山の幸、小ごみの季節が到来。え、確実にこの中で一面になるとしたら、でも地方の新聞とかやったらさ、あの小ごみの季節が到来とかでいいんじゃない？お小遣い300円達成への道、いや可愛いけど、それが一面可愛いけども、はっ、出てきたところで行き倒れてしまった。あ、お菓子買い足してきたらよかったかな。でももう回復したかな。しんのすけ、どこ行ってたの？心配したわよ。もう晩御飯の準備してくれよる頃かな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、てかさ、スーパーで結構、まあ、買ってきよるけど、スーパーに納品するものって見つけるのめっちゃ難しくない？行動範囲広がらんと無理な感じかな。